はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、年代物のレンズになってますね。こちらがエルマーの 35mmF3.5 というですね、レンズになってますね。はい、ご覧の通り、ライツエルマー 35mm ですね、F3.5 のレンズになっております。マウントは、バルナックライカ用のですね、スクリューマウント、こうねじ込め式のはい、マウントになっております。ライカ L マウントとも言われてますね。はい。ライカレンズの中でもですね、まあ、オールド、現行、すべて合わせてもですね、一番小さいレンズになりますね。ちょうどですね、この 50mm のエルマー、エルマーというのもあるんですけども、その 50mm エルマーをですね、ちょうど振動させた時の姿にですね、そっくりですね。はい。厚さもこれぐらいしかなくてですね。はい、大変コンパクトなレンズになっております。はい、こちらがですね、1930年の発売開始ということですね。最初はですね、ニッケルの仕上げもあったんですけれども、こちらはですね、後期の、クロームの仕上げとなっております。はい、レンズ構成はですね、4枚の、テッサー型というやつですね。一番最初期はですね、この1930年発売なんですけれども、その頃はですね、ボディとレンズってセットで売ってたんですね。まあ別のですね、レンズとボディの組み合わせにするとピントが狂っちゃう。そういう組み合わせだったんですけども、後期はですね、ちゃんと、1932年以降かな、どのボディでも使えるように規格化してですね、距離計連動になったりとかですね、無限ロック、これですね、がついたりして、この形になったんですね。はい。こちら、今見てもらっている、個体がですね、シリアルが、337535ですので、1936年のですね、ドイツ製エルマーということになります。はい。発売からですね、4年が経って、後期の、個体になってますけれども、まあ、それでもですね、全然戦前のレンズですので、まあ、ノンコートレンズですね。はい。もっと後期になると、コーティングがかかっているレンズもあります。はい。こちらがですね、写真家のハービー山口先生のですね、写真集でもですね、雲の上はいつも青空というですね、フォトエッセイ集があるんですけども、その中でですね、先生愛用のレンズの中の一本としても紹介されているレンズですね。こちらが描写がですね、写りがですね、これが美しい怪鳥なんですね。もう年代物のですね、もう本当ヒットラーとかですね、ナチズムの、ナチ党がまだ、与党第一党だった頃のレンズですけれども、それだけの年代物のレンズとは思えないほどの美しい怪鳥を持ってますね。非常に滑らかで美しい写りですのでですね、ぜひ見ていただきたいですね。はい。で、また、質感もすごくいいんですね。木とか、金属のものとかドアとかですね、取っ手とか、あとアスファルトとかですね、人物の肌もそうですし、建物の壁とかのですね、質感描写が、ほんと空気まで映るっていうですね、ライカレンズの元祖と言ってもいいんじゃないかと思うですね、非常に優れたレンズですね。この時代のライカはですね、まあ、レンズの設計上ですね、広角レンズの設計がですね、ちょっとあまり得意じゃなかった、苦手だったらしいんですけれども、ボケがですね、あんまり綺麗じゃないですね。まあ、先ほどの ハービー山口先生のコメントでもですね、ボケがあまり綺麗じゃないっていうふうにですね、まあおっしゃってましたけども、本当にですね、まあちょっとザラザラしたですね、ちょっと、乱れたボケなんですね。ただ、絞るとですね、まあこれ絞りですけども、こう若干こう絞ってあげるとですね、もうすごいクリアにですね、映るんですね。この小さいレンズなのに、これだけのレンズなのに、びっくりするほどのですね、解像度も見せてくれますので、高い解像度持ってますので、こちらもですね、ぜひ一度試していただきたいと思います。はい。で、さらにですね、この時代のレンズっていうのはもちろんですね、モノクロフィルムしかなかったんですけれども、このレンズでですね、このレンズでですね、実はカラーを撮るとですね、現代のカラーを撮るとですね、すごいびっくりするようなですね、鮮やかな色が出るんですね。意外にもですね、色がすごく派手に出て、鮮やかな、リバーサルフィルムみたいなですね、鮮やかな発色しますんで、それも
ぜひお試しいただきたいですね。今は簡単にですね、ソニーの α7 とかでですね、カラー撮影できますから、こういった LM アダプターですね、この、はい、レイクオールの国産製のものですけれども、こちらおすすめですけども、こう、アダプター付けていただけましたら、これ今バルナックル用のスクリューマウントですけれども、これをライカ M マウントですね、に変換して、ライカの現行のですね、M9、M10 のような一眼レフ、M 型一眼でも、失礼しました。M 型のレンジファインダー、デジカメでも使えますし、先ほど申し上げたソニーの α7 とかもですね、ミラーレス一眼、ニコンの Z6 などにも使えるマウントになってますので、ぜひですね、お試しいただきたいと思います。はい。はい、セットとしてはですね、この前後キャップがつくのが、定番となっております。はい、ではですね、はい、今回の個体の状態から見ていこうと思います。まあ、先ほどから見ていただいている、はい、こちら、クロームシルバーのですね、エルマー 35mm F3.5 です。シリアルが337535ですので、1936年の、はい、ドイツ製のエルマーですね。はい。ノンコートレンズとなっております。はい。ご覧いただいてます通りですね、目につくすれあたり、へこみとかない、非常に綺麗な状態の個体だと思います。フロントにもですね、こう、ぶつけたり擦ったりした跡など見えませんね。このメッキが当たって剥がれたりとかですね、この、すれたりとか、いうこともないですね。このぶつけ跡などもありません。マウントも綺麗ですね。摩耗して下地が見えたりとかもしてませんし、大変綺麗な状態だと思います。レンズもですね、前玉、後玉ともに擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗もなく、非常に綺麗な状態ですね。失礼しました。コーティングないですね。はい。ご覧のように擦り傷とかですね、はい、ガリ傷なども全く見られずに非常に綺麗な状態です。はい、中玉にもですね、これ曇りとかカビとか、バルサミネもありませんね。チリホコリの混入もですね、まあゼロではないかもしれませんけれども、こう目視でも全然確認できないぐらいですので、だいぶクリアで綺麗な状態キープしていると言っていいと思います。この絞りの動きも滑らかですね。よく、こうですね、硬くなって固着しているものも多いんですけども、こちらは非常に滑らかに、スムーズに動いております。羽の痛みとか油の乗りも見られないです。はい。ピントのヘリコイドも、いっぱいまで滑らかに一定のトルクでしっかりと動いておりますね。非常に滑らかです。グリスが切れたりとかですね、グリスが固着して動きムラがあったりとか、スカスカしちゃったりも全然しないですね。非常に滑らかです。ちょうどいいトルク感ですね。無限ロックもしっかりと効いております。はい。おそらくはですね、近年、地中にですね、まあ、数年以内には、ちゃんとメンテを施されているような感触です。はい。非常にいい状態ですね。付属品が、リアキャップと、はい。今回はですね、このフィルターもついてますね。丸み製ですけども、19ミリのフィルターが適合いたします。こうねじ込み式で、はい。ご装着していただきますね。せっかく綺麗なレンズですので、できればこういう保護フィルターをつけっぱなしでお使いいただけたらと思います。それと、今度はフードがついてますね。このフードがですね、この絞りの突起に合わせて、はい。こう装着できるようになってまして、このフードを動かして、こう、絞りを変えられるようになってますね。はい。薄暮れもんですね。この絞り、ちょっと動かしにくいですもんね。ですので、こう、絞りを動かして、フードを動かして、絞りを調節することができます。はい。固定はこのネジでしますね。はい。まあ、絞りを動かすときは、このネジもちょっと緩めてですね、こう、動かしていただく感じになります。はい。それと、この、はい。ライカ純正の、はい。キャップがついてますね。こう、フードつけちゃうとこれつかないんですけども、はい。一応ご留意ください。こちらのセットでお届けいたします。はい。ということでですね、非常に綺麗な状態のいい
フィルマー 35mmF3.5 ですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい。ということで、こちらのですね、フードフィルター、前後キャップのついた、非常に綺麗な状態の、はい、エルマー 35mmF3.5 シルバークロームですね。1936年のドイツ製の個体となっております。非常にですね、綺麗な、はい、個体ですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。